幽☆白書や、ハンター×ハンターで有名な漫画家、冨樫義博さん。アニメ化された冨樫作品を見て育った方も多いでしょう。今回は冨樫さんの嫁、竹内直子さんの情報を見ていきます。また離婚の噂、慣れ初め、子供はいるかも確認しましょう。冨樫義博のプロフィール、本名、冨樫義博、生年月日、1966年4月27日。身長、171センチメートル。出身地、山形県新庄市。最終学歴、山形大学教育学部美術学科。目次、冨樫義博は離婚の噂と慣れ初め、嫁、竹内直子の経歴、冨樫義博の子供たち、冨樫義博、病気と家族、冨樫義博は離婚の噂と慣れ初め。まずは冨樫さんの離婚の噂、慣れ初めを見ていきます。1999年に結婚した冨樫夫婦。ネットで離婚の噂が流れたのが2010年でしたが、翌年に夫婦で雪だるまを作ったことが竹内さんの日記で判明しています。そのため離婚の噂はデマです。また、2012年から年以上にわたり休載をしています。これまでも腰痛やドラクエの新作が発売した時などに休載をしていましたが、2年以上の休載は異常と言えます。その時には、冨樫義博さんは離婚したショックで休載した、という噂が飛び交いましたが、根拠がありません。噂の出どころは不明ですが、2021年現在も夫婦で仲睦まじく暮らしているのでしょう。ただセーラームーンの世界的人気を考えると、妻の人気に夫が嫉妬して破局する可能性も高かったはず。一時期は破局に陥りかけたことも、もしかしたらあるかもしれませんね。二人が出会ったきっかけは、漫画家の萩原和志さんの紹介でした。漫画家のパーティーで、冨樫さんのファンだった竹内さんに、直接紹介してくれたそうです。名刺を交換し、竹内さんから電話で連絡し、交際がスタート。結婚後竹内さんは、休業期間に夫のアシスタントを務めるなど、積極的にパートナーを支えています。もともとファンだった漫画家の妻になるため積極的に声をかけ、結婚が実現してからも親身に支えているのかもしれません。今では売れっ子漫画家同士、億単位の年収を稼いで、悠々自適に暮らしているのでしょう。嫁、竹内直子の経歴。次には冨樫さんの嫁、竹内直子さんのことを見ていきます。竹内さんは、美少女戦士セーラームーンシリーズで知られる有名漫画家です。セーラームーンは世代を超えて愛され、2021年には新作映画も公開。世界的に高く評価されています。竹内さんは山梨県甲府市の出身で、共立薬科大学薬学部を卒業後、薬剤師として勤務経験もあるインテリ女性。高校時代から絵の才能があり、仲良しに投稿を開始し、大学在学中にラブコールで漫画家デビューしています。実家が裕福な宝石店だったこともあり、デビュー感もない時期にはすでに愛車がポルシェでした。また実家や地元にある山梨宝石博物館の影響か、もともと鉱物が大好きだったようです。セーラームーンの敵にゾイサイトやカオリナイトなど、鉱物の名前をつけているのはそのためでしょう。さらに高校時代は漫画研究部ではなく、天文部に所属していたため、天体の名前がついたキャラクターも多く登場します。いずれにせよ、美術と理系分野に高いセンスのある才女だったのでしょう。結婚式では、幽☆白書の主演声優の佐々木希さんと、美少女戦士セーラームーンの主演声優の三石琴乃さんが司会を担当。
人気漫画家同士の結婚は話題になり、盛大な結婚式が催されたことがうかがえます。互いを姫、王子と呼び合うなど、仲睦まじい夫婦として有名になりました。富樫義博の子供たち。最後に富樫さんに子供がいるか見ていきます。富樫夫妻には男児と女児がそれぞれ一人ずついるようです。最初の出産後に竹内さんは休業し、月刊ヤングユーで出産などのエッセイを書いた時期もあります。また2009年、ハンターハンター27巻で、夫婦の2人目の子供が1歳になることが公表されました。名前などお子さんの正確な情報は不明とはいえ、最低でも2人の子供がいることが分かりましたね。漫画家夫婦の DNA を継いでいるのですから、絵心のある子供たちなのかもしれません。人気漫画家同士で支え合いながら子育てにも励んできたおしどり夫婦なのでしょう。富樫義博、病気と家族、果たして腰痛は完治したのでしょうか。結論から言うと、富樫義博さんは腰痛の完治を報告はしていません。さらに腰痛は一度なってしまうと完治しないと言われています。風邪や腹痛であればウイルスなどが原因ですので、ウイルスを倒してしまえば完治します。ですが腰痛は様々な要因が原因になります。痛み止めの薬を飲んだりマッサージをすることで痛みを和らげることは可能ですが、完治とはなりません。長時間椅子に座って作業をする漫画家にとって腰痛は職業病と言えるでしょう。辛い闘病生活ですが、孤独ではなく家族が一緒にいることが精神的にも大きいはずです。妻の竹内直子さんも漫画家の苦労を身をもって体験しているからこそ理解できることもあるでしょう。長期休載とならないよう適度に休みつつ連載を続けてほしいですね。